今回の週刊青木堀切は、前回の話に続けてですね、食生活に関して、で、例えば堀切さんがパリにいらっしゃった時には、どんな朝ごはんを食べてたりしたのか、そんな話をこう伺いつつ、例えば私だと北海道時代のこう、食生活とか、あとはこの松山の食生活なんかをこう織り交ぜながら、その食とは何かかという話には多分いかないと思う、ただの雑談になると思うんですけど、まあそのあたりのですね、意外にこうパリ、北海道、松山というこう地球広しといえども、その3点に微妙に絞った、ニッチな話を聞いていただければと思います。はい。まあもちろん、その、毎朝、必ず定番で食べてたっていうわけではないと思うんですけど、傾向として堀切さんのパリ時代は朝ごはんどんな食事が多かったりしたんですか？いやなんか周りの日本人家庭でご飯炊いてるところがあって朝からびっくりしたんですけど、偉いというかなんというかすごいというか、おやっぱもともと朝ご飯食べる方じゃないので、はい、パリに行って、はい、特にパリのパン屋さんは美味しいですよ。ああそうでしょうね、はい、うん、でいろんなパン屋がありますしね、で、まあ、一番近所にあったパン屋がそこそこ美味しかったんで、はい、朝買いに行って、はい、出来たてほやほやのパンを買って戻って、はい、今ヨーグルトとかぐらいですかね、はい、もう出すだけみたいな。ああなるほどね。例えばそのパンを買うといってもいろんなパンがあるんですけど、どんなのをよく買ったりしてたんですか？でもね、朝早く行くとやっぱり、はい、クロワッサンとパンオショコラとバゲットプラスアルファぐらいしか置いてないんですよ。なるほど、はい、うん、昼間行くともちろんサンドイッチとかいろいろ置いてあるんですけど、はい、時間で需要と供給があるので、うん、はい、バゲットはね朝から晩までずっと焼いてますけど、はい、ハード系のパンもそんなに朝は出てないし、甘い系のパンもまあ、パンオレザン、レーズン、あー、はい、まあ、デニッシュ生地のやつとか、うん、はい、どのくらいですかね。あんまりいろいろ買ってなかったです、だから種類的には。じゃあ、まあ、例えばクロワッサンを買うとして、それ1個なんですか、2個とか3個っていう感じなの？1個2個、まあ2個ぐらい買ってプラスバゲットみたいな感じですかね。ただ日持ちしないんで、クロワッサンは半日ぐらい経つと油がビャーって染み出ちゃって、まあ、そうですよね、はい、パリパリもなくなっちゃうし、バゲットはもうガチガチに硬くなんですよ。うん、あ、そうなんですね。僕の友達で、留学中に最後バゲットを食べて歯を折った女の子になって、本当は注意しなきゃいけないんですけど。ああ、それ前歯だったら大変な事態に。前歯じゃなかったと思うんだけど、大丈夫かな。あ、でもそれぐらい硬いんですね。ゆうちゃんって子なんですけどね。松地哲郎の研究をやってる。なるほど、じゃあ。感じで。本当にじゃあその時に、まあ、その食事に買うっていう量をこう買って。うん、そうですね。夕方とか行く時もありましたけど、朝は朝で。うん、冬の寒い時に行く、まだ真っ暗な中ね、パン屋行くっていう楽しみも結構僕はありました。よく行くねって言われてましたけどね、周りには。それは何時ぐらいなんですか、その真っ暗なっていう。6時半とか7時ぐらいですかね。あ、そのあたりってまだ真っ暗に近いぐらいの時期って、まあ、秋冬は真っ暗だと思います。夏はもうちょっと明るいだと思いますけど、今ぐらいはもう夕方5時ぐらいで真っ暗じゃないかな。なるほどね。やっぱりじゃあパン屋さんはその点、まあもちろんですね、早いんですね。早いですね、やっぱ3時とか4時とかから。まあ日本も同じでしょうけど、朝早いっていうのは大変だと思います、パン屋さん。夢を売る商売だからね、仕方ないですあ、なるほどね。でそのバケットは、まあ、もちろん置いてあるとして、例えばそのバタールとか、あとはそのパリジャンですかね、あれ日本ローカルのあれですよね、謎フランスパンですよね。なんかそのバケット的なものでのその種類っていうのは、そのお店によって違うのか、はいはいはい、割合バケット1本っていう感じなのか。実はバゲットっていうのがあるんですけど、バゲットよりちょっとお値が張って、はい、かつ一番人気のトラディションっていうのがあるんですよ、必ず。なるほど、はい、はい、まあ、確かにバゲットより美味しくて、こう、まあ、イメージとしてはバゲットよりも小麦粉が
なんていうんですかね、あの目印としてパンの上側についてっていうのがトラディションの形で、はいはい、まあ、ちょっとバゲットよりあの香り豊かでふわっとしててもちっとしててパリッとしてて美味しいですね。あ、なるほどね。じゃあそれを買うこともよくあったっていう。ほぼ僕はトラディション買ってました。でたまにオリーブ入ってるやつとか、あとコンプレって、はい、そのいろいろそうな穀物あ、はい、入ってるやつとか買えてましたけど、はい、でも8割ぐらいはもうトラディションですね。あ、なるほどね、うん、まあ大体そうだと思います、みんな、うん、あ、じゃあやっぱり一般的にも人気の高い種類なんですね、うん、あとその同じトラディションでもあの、はい、よく焼きのやつとちょっとこうゆるい焼きのやつとあって、注文の時にあの、はい、よく焼きの方が良かったらビヌタリシオンビアンキュイってシルプレとかって言って、あの よく焼けてるのちょうだいって言うと、あのちょっと焦げたやつ、なるほどね、入れたりします。あ、そういうのいいですね。僕もあの結構硬いハード系のパンって好きなので、なんかそういうお話聞くとなかなか気軽に、ま、日本ではそういうの簡単にはなかなか手に入らないことが多かったりするので、あ、まあ、東京とかなら違うかもしれませんけど、今美味しいパン屋さん増えたと思いますよ、地方も含めて。なんか僕本当パン好きで、最近パンの探求小麦の冒険発酵の不思議っていう本買ったんですよこれとか見てると、はい、日本のパンすごいなと思って、その進化というかそのバラエティの豊かさな、うん、そうですね。で要するにフランス系だけのパンじゃないし、結構いろんなところでパン作ってる人いるんだと思って、うん、まあ、あと3つとかだと、はい、長野県のルヴァンっていうパン屋さんが出てきましたけど、行ってみたいな。まあパンといえばそうですね、あのドイツ系のパンなんかも パンに入りますしね。いやもう正真正銘のパンですよでもフランスでドイツパンは売ってるんですけど、やっぱり、はい、4番手ぐらいの感じなので。あ、そうなんですか、うん、あ、なるほどね。そうですね、まあ、発酵系のパンはやっぱ味ありますよね。日持ちするんで。そうですね、一種のこうなんていうんですか漬物とかそういう持ちをさせるためのパンっていうことで、はい、なんか僕がパリ出てくる直前にようやく行ってたパン屋さんがあって、はい、新屋パンっていうお店なんですけど、うん、稲垣新屋さんっていうパン職人の方が一人でやられてるお店で、うん、パリのモンマルトルの丘の上にあるんですよ、うん、はい、あるんですけど、平日確かね水木金とかしかやってない。でしかも4時半から7時半とかね、1日3時間ぐらいしかやってないんですよ、うん、でも売り切れて終わり、売り切れたら終わり。ああ、なるほどね。で今コロナもあるんでしょうけど、その店内に1人ずつしか入れなくて、はいはい、そのどういうパンですかとかお話ししながらあの選ばせてくれるんですね。おあら、なんかすごく贅沢な時間で美味しいパンをたくさん買って帰ってくれたので、うん、そこは結構 ね、その発酵系のパン、はい、うん、が強くて、はい、でパリでこういうパンあったならもっと早く食べたかったっていう感じですね。なるほどね。発酵系のパンで堀切さんがそのお店で美味しいなと思ったパンとか、例えばどんなのがあったんですか？なんかその僕が行った日は毎日違うんですけど、はい、初めて食べた古代麦の古代小麦、おう、うん、だから1回はほとんど滅びちゃったけど、それをあのもう1回育てて、すごい、まあ、味の違いとかはまだちょっと説明できないですけど、もう食べたことない感じの香りもパーッと広がるし、うん、美味しかったですね。毎日ちょっとずつ味が変わっていく感じが、はい、知る、すごい良かったですね。あ、いいですね、まあ、バケットのような、まあ、フランス系のパンももちろん美味しいですが、まあ、ドイツ系のパンとかだとあのライムリーのパンとか、うん、ああいうのも、あとプレッツェルとかいうのもすごい好きなんですけど、でもなるほどなと思ったのはドイツ系パンはなんとなく4番手っていう感じで
ですね。で、全然やっぱ傾向が違うなと思って、サッカーのフランス代表とドイツ代表ぐらいの開きがやっぱりドイツファンと。やっぱりあるんですね。ありますよね。いや、面白いという言い方合ってるか分かりません。なんか興味深いですね。ね、職人が こだわるのは両方一緒なんでしょうけど、はい、うん、なんかドイツファンの方が学級的な感じがしますね。こう研究に向いてる感じが、やっぱりドイツですよね。あ、なるほどね。で、その先ほど、まあ、その近くのパン屋さんでこうパンを買って帰って食べると、まあ、パンはもちろん その買ってきたパンだとして、飲み物とかどんなのを飲んでたんですか？水なのか、紅茶なのか、コーヒーとか、別にこだわらずにその時々で変わってたのかとか。コーヒーはもうあのエスプレッソ あのネスプレッソ。おカプセル状のやつを入れて、もうボタンを押すだけでエスプレッソができるっていうのを、前住んでた人がその前譲り受けたので、はい、もうそれですね。なるほどね。任す必要なし。じゃあその紅茶とかではなくて、まあ、コーヒー系、まあ、エスプレッソ系を食べてた、飲んでたっていう。僕はそうですね、もう仕事をしてる時ももう1日何杯飲んだかなっていうぐらい、5杯ぐらい飲んでたと思います。それって牛乳とかミルクで割ったりもする？もうストレそのまま？僕はそのままですね、基本的に。まあ、夏は氷で入れてなんかこう割って飲んだりとかもしますけど、はい、基本はもうそのままでした。なるほどね。で、その朝そのエスプレッソ系の飲み物とパンを食べると、で1日の中でパンを食べるそのタイミングっていうのは朝に集中してる感じなのか、朝も食べるし、まあ、機会があれば他のお昼や晩のような時にも食べる感じだったのか、まあ、どんな感じだったんですか？全然3食パンとかありましたよ。あのそうなんですね。ご飯を毎日炊くわけじゃなかったので、まあ、2日に1回として、はい、ちょっと夜パスタとか、はい、うん、にするとパン一応出しますよね。あの炭水化物炭水化物だから、今思うとなんか絶対太るやん出し方なんですけど、ほうほう、でも必ずフランスってどこ行ってもまずパン出てくるんですよ。ただのパンが、はい、バゲットが出てくるんで、はい、なんかお通しみたいな感じなんですよね。はい、そう、まあただですけど、そうだからなんかないとちょっと不安みたいな感じが。なるほどね。ありますあります。じゃあかなりパンとこうなんていうか親しんだ日々だったっていうのは、あんまりじゃあご飯をもちろん食べることはあったとしても、食生活の中心、主食の中心はパンって感じだったんですか？パンでしたね。なんならおやつもパンみたいな。おやつに食べるようなパンっていうのはどんなパンなんですか？菓子パンのような感じなのか、やっぱりバゲット、そのトラディションとかをその食べるって感じなのか。まあ、バゲットとかじる時もありますし、あとミニクロワッサンとかをおまけでもらえたり、子供連れてくとこれ持ってきたみたいな感じで、常連だったただでくれたやつを食べてたりしましたけど、多分ね食べ過ぎたので、今そんなに恋しくないです。結構じゃあその意味では成仏したかなみたいな。そうそうそうパンに関しては、ね、他にやることなかったんだよ、コロナまで。食べてましたずっと3年間。でももちろんパンが美味しいっていうのは多分そうだろうなと思うんですよ。クロワッサンって結構カロリー高めじゃないですか。計算しない方がいいですよ、それは。ミニクロワッサン全体的に、パンをショコラとかでも毎日毎日摂取してると割合カロリーって高いんじゃないかなっていう。でもおにぎりとか白米も大概なもんですから、焼きそばとかうどんとか、まあそうですけどね、白い悪魔がね控えてますから日本は。じゃあ今我々はそれ警戒しなきゃって感じなんだ。そうだからもう最近ダイエット全くパン食べてないし、パンも食べてないし、その白い悪魔もちょっと食べてないです。じゃあそのパリ時代から今結構体重って結構落ちたって感じね。10キロ弱は違うかもしれないですね。それでも8月に帰ってきたんですよね。
7月に帰ってきて、8月に体重乗ったら大台を超えてたので2ヶ月で、なんかそれ体的に大丈夫ですかね、なんか負荷がかえってかかってるような、なんか体がその状況の変化に追いつけないぐらいの、それ見えちゃいけないものが見えてるとかそういうことはないですけど、あ、いや、そういう、はい、違う、いや、なんか多分急にダイエットっていうか体重が絞っちゃうと、なんかかえってそのなんかその後のリバウンドとかも含めたり、なんか大丈夫なのかなとか、まあ、食べなければ別に太らないよ、本当に。いや、それ、全世界の、リバウンド警戒してる人たちからしたら、それ、まあ、それ言われたら確かにそうだけどって、皆さん言うと思いますよ。いや、僕、8月に、僕の俳句の先生である、伊藤稲尾先生にですね、お会いした時ね、すごくね、すっきりしてたんですよ、顔が。あ、若返ったんじゃないの、はい、みたいな。うん、で、なんか痩せられましたよねと話をしたら、ダイエットをしてると。で、はい、どう、何するんですかって言ったら、はい、食べないって言われました。で、お金はかけちゃいけない、ダイエットに。もう、あ、はい、食事量を減らせば痩せると。もう、だから、稲尾さんの俳句とそのままな感じで、余計なことしないみたいなことを言われて。そうか、やっぱダイエットの仕方もこう俳句を通じて学ばなければいけないと思って、確かに減らしたら痩せますよ。いや、そりゃそうですよ。これ敏感の俳句のやり方、ダイエット、敏感式ダイエット。全世界の、その痩せたいと思ってる人におすすめ。食べる。敏感入ったら痩せます。食べなきゃいいんだって。勧誘勧誘。うん、あ、そういえば稲尾さんはなんでそのダイエットを志すようになったんですか。なんかあったんですか。まあ、いろいろ血圧が高いとかね、お医者さんに足しげく通って怒られたりしてるんで、はい、あ、なるほどね。いや、体のために制限なくね、飲んで食べてやってきたので、あ、そうです、うん、確かに、なるほど、ね、あるらしいですよ、気をつけなきゃっていうのは。どちらその堀切さん的には今後そのパンを食べたいなみたいな欲望みたいなのが可能性としてはあんまり低いかもって今の時点では。あ、だから毎朝食べないですけど、はい、このパンの探求、小麦の冒険、発酵の不思議に出てるような、ちょっといい感じのパン屋さんは行きたいですよね。もうだからそういうとこ行った時に、はい、好きなだけ食べるみたいな。あ、だそのために今準備というか、なんか貯金です。うん、ああ、なるほどね。はい。どうですか、青木さんは。ちなみになんか僕ばっか喋ってますけど、青木さんの朝ごはんの、なんかこう哲学みたいなの。あ、哲学といえばもう朝は食べることっていう、なんかルーティンがあるんですか。はい、要するに抜かないっていう、朝は抜いちゃダメっていう感じですかね。食べた方が多分抜かない、朝ごはんも抜かない、はい、そうですね。で、今、まあ、日本にもちろんいるので、ご飯とお味噌汁は、まあ、必須っていうんですかね。ご飯なんですね。そうですね。まあ、パンも好きですし、美味しいんですけれど、腹持ちがご飯の方が、やっぱ、個人的にはいいと思ったんですよね。うんうんうん、パンって、お腹の減りがなんか早いような気がして。いや、早いと思います。うん、細かい粒にね、小麦粉がなってる分、うどんとかもそうですよね。だから、消化早いんですかね。はい。だから、その、ご飯を、うん、まあ、その結構、ちゃんと噛んでっていうとなんか変ですよ。ちゃんと噛んで食べた方がそのお昼まで持つかなっていうのがあるので、でお味噌汁とご飯と、まああとはそうですね、野菜はかなり多い。あと僕も糖分をほとんど取らないっていうんですかね、その砂糖とかみりんをほとんど使わない食事っていうんですかね。そうなんですか。そうするとこれ自分でびっくりしたのが、ある時からやっぱりご飯が甘く感じるようになるんですよ。ああ、そう。ご飯の甘さっていうんですかね。あとお味噌汁も、要するに大豆ですよね。豆とかが甘く感じるようになるっていう、ま、豆の甘みっていうか、うまみといった方がいいのかな。まあ、例えば大根にせよ、白菜にせよ、なんていうのかな。美味しいっていうのが、あ、甘いなって感じに感じるようになってきて、あ、これが昔のその砂糖のない時代の方々が言ってた、うまみってこういうことなのかなっていう。今はね、いろいろ毒されてるので、だからその塩、
塩を使った方がそのかえって甘みが出るっていうんですかね、素材の。なんかああいうのに気づくっていうか実感するようになったので、なんか砂糖抜きでも全然甘い生活できるなみたいな。へえ、ね、すごい健康的ですね、それは。おそらく なんですか、なんかあの途中からその砂糖がこうなんかベタつくような感じがして、砂糖ってもちろん美味しいんですよ、なんか甘いでしょってなんかこっちにこう押し付けがましい、なんかあどう 甘いってこういうことでしょみたいな感じでなんか押し付けてくる感じがすごく嫌で、なんか自然コミュニケーションかかってる人が初めて、なんかその自然にじみ出てくる甘さっていうのは塩塩分によってにじみ出た甘みがなんか自然な甘みのような気がして、なんかその砂糖のなんとか自己主張の強い甘みよりはやっぱりそのなんか共に生きようみたいな感じの、そのなんか全然よくわかんない比喩ですけどなんか気づいたら甘かったねみたいな、そういう野菜とかお豆のなんかあとご飯の甘みの方がなんかいいなっていう気がして、うーん、じゃああれですか、デザートとかあんまり和菓子とかケーキとかは召し上がらない、はい、ですか。あ、それはがっつり食べるんですよ。あれ、あれバランス取ってるってことですかね。要するにそうですね、甘いものを使っていいフィールドは使っていいと思うんですよ。だからケーキはもちろん甘いものなので、だから和菓子とかも甘いものなので、そのああいう甘さはそのケーキとかお菓子をいただくときにきちんとそっちで味わって、でそれをなんていうかご飯に持ち込まないって感じですか、ね、なるほどね、はい、持ち場を守れと。なんかそんな感じ、砂糖帝国、みりん帝国がなんかあるとき違うんじゃないかなっていう。半と拡張はやっぱり良くないと。そうですね、なんかお互いその分相応な味付けが一番いいんじゃないかなっていうのがなんとなくあったので、俺自分でもびっくりするぐらい味覚が変わった感じがしましたね。野菜ってこんなに美味しいんだとか気づくようになったのは、まあ自分の人生にとっては多分マイナスじゃないのかなっていう感じはありますね。確かにね、野菜も美味しいものは甘いですしね。なんか最近はい、広告で流れてくるんですごく僕グラグラしてるんですけど、新鮮な野菜をサブスクで届けてくれるみたいなのあるじゃないですか。ああはい、広告とかでありますよね、はい、あるんですよね。結構知り合いで何人かそれを最近始めたっていう人がいて、ちょっとまたグラグラ来るじゃないですか、さらに。あ、いいですね。これまあ使うもんだし買いに行くもんだし選ぶから、まあ、どうせだったらね、届けてもらった方がいいかななんていうふうに思ったりしてますけど、はい、まだね、まあでもこれ手出しちゃったらまたこの番組でネタになるんで、ちょっとやってみてもいいですよね。はい、この後みたいな、野菜実際取り寄せて食べてみてどんな感じだったかとか、うん、はい、何がどんだけ届いてみたいな。そうですね、まあ、ああいうのって、まあ、もちろん肉も美味しいなとは思うんですけれど、なんか最近野菜中心というのかな、野菜の美味しさを軸にみたいな感じになってきて、なんか肉はあくまでエッセンスっていうんですかね、エキスを出すために使うぐらいの感じで、なんか肉メインじゃなくなってきましたね。まあなんかたまに芋虫かっていうぐらいなんか食べるので野菜ってその時の旬の時にたくさん出てくるじゃないですか、うん、たくさん収穫されるので、まあその例えばこの前までひたすら食べてたのがつるむらさきっていう野菜、ありますね、あれも大量に取れたんで大量にこう食べ尽くして、つるむらさきは何ですか、例えば知り合いの方がそのちょっと屋上でやってたりとか、なんかそれ分けてくださるんですよ、やっぱりかなり取れるらしいんですよね。だからつるむらさきってものすごい大量に取るので、それ早く食べないとなんかダメになっちゃうので、そしたらもうすごい量のつるむらさきを食べることになる。なんていうか、お肉はもちろん肉料理と炒め物でっていうのもありますけれども、うん、ほとんどお浸しにしたり湯なむにしたり、まあ、炒めても美味しいし、煮込むとあれですかね、ほうれん草みたいなやつだからクタクタっとそうですね、なっちゃうか、はい、うん、なんかそういう、ま、マニアックな野菜生活っていう感じですね、うん、いや健康的な
青木さんの話からなんか不健康トークを引き出そうと思ったんですけど、ちょっと僕の力じゃ無理でしたね。いや結構不健康な、そのなんかジャンクなものたまに食べたりとかしてるので。いやたまにでしょ、たまにそうですね、昔はもうなんかめちゃくちゃなことをしてましたからね。あ、そうなんですか。若かりし時はめちゃくちゃなというか、もう本当適当な生活でこうジャンクなご飯食べてたり、プリングルスを10分で食べ終えてみたりとか。おお、あれもね、カロリー見た時の衝撃、しかも今と違って、まあ、僕学生の頃ってもう20年前です。あの頃はその今と違う、まあ、不況ではそこまでではなかったので、うん、あれちゃんと蓋開けたらちゃんとチップスがもうかなり入ってるんですよね。今開けたら結構プリングルスって結構向こうの方にしかないらしいんですよ。昔は蓋を開けたらもう直前まで来てて、うん、ありました、はい、今だんだんなんかさ、ポテトチップスの高さが減ってる、低くなってるみたいで、へえ、なんか大変なことになってるらしいんですよね。確かに普通の袋に入ってるやつは何グラム減らしましたとかね、はい、って話題になりますけど、はい、プリングルスは筒の高さ変わらないですもんね。はい、でその静かに減ってくっていう。うん、この頃は満タンに近かったので、あれのサワークリームとかなんかぐわって食べたりして。美味しい。かった。でも昔はなんかそれでも良かったんですよ。なんか今それやったらもうなんか気持ち悪くなっちゃって。これやっぱもう中年はダメだなと。やっぱ代謝は減るしね。運動はなかなかできなくなるし。そうなんですよ。で本当お風呂が恋しくなるし。湯たんぽが欲しくなるような感じ。湯たんぽは、そうですか。もちろん僕まだその境地ですけど。もうなんか昔の言葉でなんか腹巻きがすごい安心感をこう感じたりとか。なんかなんか肌着関係がもう話せなくなったりとか。うんうん、なんかこうそういうの考えるとあんま砂糖とかみりんとかよりなんか自然な食生活の方がいいなっていうのがして。まあね、体を温める食材を使って。代謝を上げてっていう方がエコだし、はい、じゃないとただでさえ運動をしない研究者生活なので暴飲暴食してたらなんかまずいなっていう気が いつからかしたので、まあそれでいろいろやってみたら、まあこの辺りが合ってるのかもみたいなのが今に至ってるっていう感じですかね。なるほど。僕はそれをちょうど2ヶ月前に初めて悟ったんです、はい40手前で、しかも運動しようと思ったら切っちゃったんで、はい、もうね食生活にかけるしかない。今その運動というかその歩く時には全然大丈夫なんですよ、支障。ほぼほぼ大丈夫です。 あとはその堀木さんパリに住んでいる時代に、まあ、結構各国ちょっとこうバカンスの時とか多分いろいろ行ったこともあると思うんですよね。はいはいはい。そのあたりのその向こう、まあイギリスとかイタリアとかドイツとか行った時のその食事情みたいな感じとか、なんかそのあたりもまた伺えたら面白いんじゃないかなと。じゃあそうですね、はい、今回はこのあたりで終えて、はい、また積もる話は次回以降ということで、ね、お腹が空く話は、はい、はい、では週刊、ほぼ週刊、青木堀切でした。ご清聴ありがとうございました。